キャラメルとアメ玉がお菓子箱のうちでけんかを始めました「やいアメ玉のまぬけ野郎貴様はまん丸くて甘ったるいばかりで何にもならないじゃないか俺なんぞ見ろちゃんと着物を着て 四角いおうちに入ってるんだぞ。貴様なんぞは着物なんか欲しくたって持たないだろう。ざまを見ろ、やーい飴玉は真っ赤になって怒り出しました。失敬なことを言うな。うちにいる時は裸だけど、外に出る時にはちゃんと三角の髪の着物を着ていくんだ。第一、貴様の名前が 生意気だ。キャラメルなんて高慢ちきチキな面をしやがって日本にいるのならもっと日本らしい名前を付けろコンチくショう。横着なことを言うキャラメルが悪けりゃカステイラはスペインの言葉だぞシュークリームでもワッフルでもいいが歌詞にはみんな西洋の名前がついているんだアメダのせんべいなどというのはみんな安っぽい うまくないお菓子ばかりだ。嘘をつけようなんていうのは貴様よりよっぽど上等だぞ金平糖はロシア語の名前だけれど俺よりずっとまずいぞウエハースなんていうやつはいくら食ったって食ったような気がしないじゃないかバカを言えあれでもなかなか体のためになるんだ 俺なんぞは牛乳が入っているから貴様よりずっと上等だ。コンチキ俺だって日記が入ってるんだ。日記はお薬になるんだぞ。貴様の中に牛乳が何号入ってりゃそんなに威張るんだ。何をこしゃくな何を生意気な。とうとうとっくみ合って。 大喧嘩になりました。最前から見物していたキャラメルの仲間のミンツボンボンチョコレートドロップス飴玉の仲間の幻禄西郷玉かりんとアルヘイトなどはそれというので駆け寄って双方入り乱れてごちゃごちゃに押し合いつかみ合っているうちにみんなお互いくっつき合って 動けなくなくってししままいました。そこへぼっちゃんが来てお菓子箱のふたを取ってみるとびっくりして「お母さん大変大変、お菓子がけんかをしている」と叫びましたお母さんもやってきてこの有様を見ると「それごらんなさい」「一緒にしまっておいてはいけない」と言ったではありませんか 私が壊してあげるからお姉さんやお兄さんと一緒におやつに食べておしまいなさいと言って金槌を持ってきてパラパラと打ち壊しておしまいになりました最後までご視聴いただき誠にありがとうございますもしよろしければチャンネル登録をして次の投稿をお待ちいただけますと 幸いに依存じますお相手は伊手アサでした